はい、皆さんこんにちは、マグロレットです。今回はバージョン 1.2 で、追加される内容とかね、まあ、改善される内容をまとめた運営チームからの手紙を読んでいく動画になります。まあ、いつもみたいな解説ではないんですが、ちょっとたまにはね、こういうのもやっていきたいなと思いますので、よければお付き合いください。まずやっぱ最初に見たいのはこの開発者からの特別情報ですね。バージョン 1.2 ではキャラクターのレベルを20、50、70と突破するたびに突破報酬として出会いの絵にし1個を受け取れるようになりますということで、これはめちゃくちゃ嬉しいというか、原神では珍しいぐらいガチャ配ってくれますよね。まあ多分最低でも10とかもらえる人だったらもう20、30連分ぐらいはもらえるはずですから、これはマジで嬉しいですね。もちろんね、すでに突破済みのキャラクターに関しても受け取れますんで安心してください。これいいですよね。いろんなキャラクターを育成するきっかけになると思いますんで、僕もまだ未だにレベル1のキャラいっぱいいますから、まあ、これをきっかけにね、触っていけたらいいなと思います。続いては秘境に関してですね、バージョン 1.2 では秘境の挑戦に成功した後、そのまま次の挑戦を行うことができるようになりますと。これはまあ地味にありがたいですね。今まで報酬を受け取って1回出て、まあ、もう1回秘境をやるっていうような流れになっていましたんで、まあ、これによってだいぶスムーズに回れるかなと思います。次は、秘境や地脈の花の報酬獲得方法を調整いたしました。バージョン 1.2 において報酬は直接バッグに収納されますと。これもありがたいですね。濃縮樹脂とかを使って秘境を回った時にめちゃくちゃアイテム落ちますから、まあ、あの瞬間が楽しくもあるんですけど、まあ、基本的に便利になるということのようです。あと拾い忘れとかがなくなるっていうのもありがたいですね。ストーリーのオート再生機能が欲しいですという問いに対して、こちらの機能も現在準備中となり、バージョン 1.2 の更新に伴い実装される予定となります。実装後ストーリー回はボイス長さによってオート再生されますということのようで、選択肢が出る場合は、一時停止されということなんですが、スキップは出ないようですね。なんかタルタリアの戦闘に負けた時にストーリースキップできないみたいな問題もあったんですが、あの辺はどうなのかな。まあ今んとこ見た感じは無理そうですね。機構ページの動画はスキップが、対応されるようです。これも気になりますよね。すでにクリアした任務をもう一度見たいですというのに対して、バージョン 1.2 の図鑑に旅行日誌が実装される予定です。そこには旅人さんが今までクリアしてきた魔人任務と伝説任務のセリフとボイスが収録されており、いつでも旅行日誌から確認することができるということですが、これどうなんですかね。ムービーとかは見れるのかな。なんかこれ書いてある感じだとセリフとボイスが収録なんで、ちょっと見れなそうかなという気はしてますね。いやー、できればね、あの軍魚深くのあのシーンとか、タルタレの伝説任務のあのシーンとかを見たいんですけどね。まあ、それも対応していただけたらなと、バージョン 1.3 でお願いしたいです。続いて、バージョン 1.2 ではフレンドチャット機能が追加されます。フレンドシステムを開放した旅人さんは、フレンド画面またはショートカットキーを押すことでチャットをすることができますということのようですね。僕はあんまり多分使わないですが、まあ、これはね、ありがたいっていう方も多いんじゃないでしょうか。それと、フレンドのアイコンを押すことで表示名を変えることができるように、なるようです。続いて、マップを閉じていても目的地がわかる追跡可能なカスタマーク機能を、現在開発中ですと。実装後、マップにマークピンを設置し、選択することで追跡が可能になります。一度に追跡できるマークピンは一つになりますと。これめちゃくちゃありがたいですね。やっぱ原神歩いてるうちにどんどん目的と変わって探索始めちゃったりして、何を、どこに行きたかったのかわかんなくなっちゃうみたいなことも多々あるんですが、それがね、自分で任意の場所にピンを立てれるようになるということのようです。特にまあ新マップに行った時とかに起こりがちな現象だと思いますんで、まあバージョン 1.2 のドラゴンスパインでは探索が、結構楽になるようですね。はい、では今回最後になります。マルチプレイ中パーティーメンバーが退出するとゲームの進捗が中断されるため調整してほしいというのに対して、ですね、次のバージョンではマルチプレイで秘境に挑戦する際、メンバーがパーティーから離れても挑戦中の旅人さんに影響を及ぼさないようになりますと。これはありがたいですね。あともう一個ありがたいのが、マルチプレイ中のホストはソロプレイに戻ることで、パーティーを直接解散できるようになるというのがありがたいですね。今までマルチでホストすると他のプレイヤー蹴るしかなかったじゃないですか。それか、まあ他のプレイヤーに出て行ってもらうしかパーティー解散の方法がなかったんですが、今後ソロプレイに戻るボタンを押すだけで、ホストの方はね、解散できるようになるというようです。これはまあ地味にありがたいかなと。はい、というわけで今回の運営チームからの手紙は以上になっていました。まあやっぱりね、ガチャが配られるっていうのが一番大きいかなと思いますが、まあそれ以外にも細かくね、調整されるようです。特に秘境のアイテム拾えるとか、あと任務を見返すのがちょっと気になりますね。ストーリーが実際見返せるのかどうかがかなり気になりますが、はい、まあそんな感じになっていました。いや、楽しみですね、バージョン 1.2。 まあ勝利とか実装されたばっかなんで、今のバージョンもまだまだ楽しむことありますが、もうとにかく早くね、新マップを探索したい、もうそれにつきます。なんでこの待ちにしていますが、またね、この後、本日ね、勝利の育成解説動画の方も上げさせてもらう予定なんで、よければそちらも見てください。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは。